一個はお父さん、一個は子供じゃないかな。あ、いたいた。何も聞いてないですね。半分どうしたのって言われるんじゃないですか。うん、最近お父さん食べたよって言うと、はい、おかずに食べたのって言われるから。そう。